理学研究科4号館京都大学大学院理学研究科は京都大学大学院に設置される研究科の一つである。また京都大学理学部は京都大学に設置される学部の一つである。研究科は数学、数理解析、物理学、宇宙物理学、地球惑星科学、科学、生物科学の各専攻、学部は理学科一学科の構成で、 多岐にわたる研究教育が行われている。吉田キャンパス北部校内に所在する。これまで複数のノーベル賞、フィールズ賞受賞者を輩出するなど、各分野で国内外に誇れる研究業績を挙げている。理学部理学研究科付属施設京都大学大学院理学研究科付属植物園は、 京都大学吉田キャンパス北部校内に位置する京都大学大学院理学研究科が管理運営する植物園である。京都大学大学院理学研究科理学部の付属施設の一つで植物に関する様々な研究を行っている。京都大学の教職員と学生の研究と教育のための施設であり、一般公開はされていない。 郵便番号606-8267京都府、京都市佐京区北白川西町京都、大学吉田キャンパス北部校内の南東角にある、理学部植物園の面積規模は1.65ヘクタール。花崗岩が風化した白川佐の土分布に、出植物が30目61か134属213種あり、縄文時代の遺跡も発掘がなされている。園内には、 植物学教室分室、補助、温室のほか、森林からなる緑地部分もあり、北側は農学研究科の補助が広がるほか、ブナ科や二例科をまとめて植えた区域や、受高の高いキナモグム,ムカンフェラは25メートル以上の受高を持つほか、菓子類の常緑紅葉樹、ブナ、エノキなどの落葉紅葉樹、メタセコイア、沼杉などの落葉性新葉樹、竹林など、いずれも、 目化して生育東側と南側は民家に隣接しているため、夏の台風襲来前の時期に落下する危険のある枯れ田剪定や秋に大量の葉が民家路上に散乱のため樹木剪定や路上の落ち葉の片付けなどの対策を理学研究家職員らが行ってきた。大池と湿地上の小池の二つの池があり、池には丘が造成されている。大池の方には、 フラグマイツオーストラリスのほか、アイリススーデコレス、ヌーファールジャポニカムなど、小池の方には、ソルルズチェーンシスやカラスグラミニウスが生息。それらの植物のいくつかにはプレートが付けられている。1923年に設立。生態学的特色を持った植物園にするという構想の下、当時の植物学教室教授群上館によって、造営計画がされていく。 植物園の管理は、発足から理学部植物学教室と付属植物生態研究施設に委ねられてきたが、1991年度以降は植物生態研究施設の改祖によって植物学教室が中心となって植物園の管理。2007年から理学研究科植物学教室から理学研究科植物園運営委員会が運営を引き継ぐ。 ありがとうございます。